よろしくお願いします。はい、ペコ。まあ、今回東北の竜で登場した伊達政宗と重真と一緒に、豊臣家と戦うというステージになってますね。ウィリアムがつけている装備も今回ダウンロードコンテンツ第3弾で手に入る新しいものですね。さっきリハでここで死んだのが今のでバレちゃいますね。刀塚が残っちゃった、はい、実は今この紫の玉が飛んできてますけど、実は遠くにですね、あそこの奥にですね、おもらきと妖怪が止まってます。あれボスですか？そうですね、あれがボスですね。今回これで新しい妖怪は見れるんでしょうか？出てくるところまで安田ディレクターが生き残っていればお見せできます ね、 そうですね。毎回死んじゃうんで今日はいいとこ見せたいなと思ってるんですけどね、はい、今日でも心強い味方が2人こうやっているんで、今出したあの忍法も今回の新しいですね。うん、まあ、気づく人は気づくかもしれないですけど。そうですね、はい、ちょっとあるタイトルからも、はい、持ってきてたりします。痛いですね。あのリハーサルだと余裕だよとか言ってたんですけど、全然余裕がないですね。これちょっとボスの前のステージなんで、本当いっぱい妖怪が出てきます。もうどこから狙われてるのかわからないぐらい危ない危ない。ああ、政宗さんが今ちょっと起こしてあげないと。ちょっと伊達勢が不甲斐ない感じになってますね。で、今回機能面でも拡張を図っていて、今までアイテムが8個しか持てなかったんですけども、今回は16に拡張されてますね。左下見ていただくとアイテムストック画面が、はい、だいぶアイテムとか忍術とか陰陽術もですね、アップデートを経てですね、かなり追加されてきているので、ご要望にお応えしてっていう感じですね。あ、今出てるのは新妖怪ですね。マガツムシャという妖怪で燃えてますね。4本腕で襲ってきてます、ね、危ない危ない、相当やばいですね。いろんな人を使いまくってもう生き残ることだけに精一杯ですけど、ね、危ない。彼はまあいつも通りまた後ろに弱点となっているものがありますので、あれを壊すと、はい、効果的です。お、いいですね。もう3人でもう思いっきりボコってます ね、 そうですね。袋叩きにしてやりましたね。打ち合いで負けてしまうという。お、あれ当たんなかった。あ、当たりました。あ、よかった。全然倒せないですね。なんとか倒せましたね。あ、おもらきが、あ、今、あ、消えてった影が。そうですね、先ほどいたおもらきはどっかに消えていきましたね。おーっと思ったら出てきました。ボスですね。
これ今回初めてプレイアブルになるジャノメ鳥という、まあ、これまで何度も出てきている守護霊なんですけど、初めてプレイヤーとして使えるようになります。私放送でここ体力と気力バーの横に4つ四角いマークが出てますけど、これはプレイヤーに不利な状態なんですね。今ここにちょっと出てますけど、4つですね。はい、で本当はこれをですね、この船に乗ってその先にあるミッションを倒すと、まあ、なくすことができるんですね。はい、でこれを4つ全部なくしてから進んでいくと有利になる、まあ、有利というか元に戻る、元に戻る、はい、でただ今日ちょっと時間がないので一気にもうこの状態でチャレンジしてみようと思います。え、大丈夫ですか。大丈夫ですかね。大丈夫ではないですね。あ、大丈夫ない。本来はちゃんと4つ、まあ、ないしはまあ2つ3つでもいける人はいけるかもしれないですけど。あ、出ました、ヌエ。そうですね、もうここは無限、まあ、今までのニオの最後の、まあ、やり込みコンテンツと考えてますんで、まあ、オリジン専用の、ここも専用のステージになってますけど、ここで あっという間に、まあ、何も4つともう不利な効果を受けた状態。世の初陣を汚すつもりか、とつくに人よ。ワニで終わった大阪冬の陣より半年、淀君は再び大阪へ浪人を集め戦を始めようとしており、ウィリアム再び大阪へ参ろう。滅びよ、この国も侍どもも。